はい、皆さんこんにちは。レイヤードサウンドの横田と申します。本日はレイヤードサウンドセカンドエディションのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、そもそもレイヤードサウンドとは、どういうものか、まず簡単にご説明をいたします。レイヤードサウンドは、今あるお使いのカーオーディオにプラスして使っていただくというタイプの製品で、スタディさんでももう4年ぐらい、販売していただいている商品になるんですが、この度ですね、セカンドエディションということで、新しくなりました。今年の2月に新しくなったんですけれども、何が大きく変わったか、そのあたりを今日徹底的にご説明をさせていただきたいと思います。レイヤードサウンドはですね、サウンドドライバーといわれる、振動を起こすような装置を、車の内装に埋め込みまして、今鳴っている音にプラスするような音を発生させる装置です。で、このサウンドドライバーが大きく変わりました。裏を見ていただきますと、ここに振動ブレードと呼ばれるものがございまして、これが大きく新しく変わりまして、音を出す、簡単に言うとですね、機構がガラッと変わったという、ちょっと難しい話をすると長くなってしまうんですけれども、このあたりの音を出す機構を大幅にブラッシュアップして、より広い、音域と、パワーというところを得ることができました。実際にこのあたりデモカーで聞いていただくというのが一番いいかと思うんですけれども、この音の出し方をブラッシュアップしたことで、今までよりもさらにいい音というところを追求して開発された商品でございます。それに合わせましてアンプも新しくなりました。ちょっと色が変わって形が少し変わった程度ではございますが、新しいサウンドドライバーに合わせて設計をさせていただいたものになっております。はい、でレイヤードサウンドをお使いの方にはご存知だと思いますけれども、オンオフ、効果のありなしを切り替えるスイッチは従来通りのデザインとなっております。スタディさんの方で、デモカセカンドエディションのデモカ、順次準備を進めておりますので、ぜひご来店の上ですね、ご体感いただければと思います。よろしくお願いいたします。頭の中に BGM を流してくれて、はい、マイクテスト、はい、